ていきましょう。ちゃんとお金もらってきたので。お小遣い？いや、お小遣いは明日もらえる。あ、そうなんだ。決まってんの？お小遣いもらえる日にか。日にちがその月によって違くて、早めにもらえることもあるけど、みたいな。で、あの、今月でテスト7枚100点取ったので。え、すごい。700円？700円、3700円もらえる。すごい。モリモリうんちき仕事。ん？え、かわいい。トイレの格好になってる。ね、これがいい。さくらんぼ。ぶどうか。そう、ぶどう。ぶどう？第2規模。イエーイ。あ、危ない。これ、この前、チーズバーガーが欲しくて一発で取れたので、次はポテトか、これかこれ。この3つのどれかが欲しいです。行け、ポテト。どう？あ、なんかやりきょう。あの、アメリカンドッグ。おお。やった、やった、やった。嬉しいね。自分はこれらしいです。バブ？バブ？バブ。だいぶ癖強なの選ぶね。第一希望出ました。公園に向かいます。散歩するんだ。散歩か。いいじゃん、ベンチ行こうよ。ベンチ黄昏よ。はい、ということで今日はですね、チケから特別なプレゼントがございます。サプライズです。サプライズ。はい、じゃあチケいいですか。あ、それだったの。え、じゃあ行くね。1個目？何それ？え、待って。え、はい、どうぞ。ありがとう。え、これまだ1個目だ。え、待って、めっちゃ可愛い。チュッパチャップスの。え、待って、好きな味ばっかじゃん。嬉しい。2個目いくよ。2個目いくよ。していきますか。じゃあ、わあ、え、待って、すごくね。待って、すごすぎでしょ。すごい。うまくない？これチケがしてるんですか。この真ん中のはお母さんやってくれたけど、それが、すごい。何もらったの？鏡、手鏡。すごくない？これ。すごくない？すごい。すごい。かわいい。センスあるね。この鏡だけで制作時間4日かかりました。このやつ好きだし、これも好きだし、ハイビスカスも好きで、全部好きなパーツ。いいじゃん。好きなパーツがさんということで。すごい。ありがとう。ねえ、嘘、ディオールって書いてあるよ。大好きって書いてある。かわいい、かわいい。あ、すごい。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 すごい連発。すごい。でかいバッグをもらいました。
いいね、とても微笑ましいです。自然の中で描く。そうだね、自然の中で。はい、ということでチケのサプライズプレゼントでした。ありがとう。ちょっと照れくさくなってんじゃん。絵になってるこの青空と木と光。ちなみにさ、はい、あ、2人で一緒に行ってさ、まチュケ1個年下じゃん。だからリュアから見てチュケやっぱ年下だなと思う時とかある。まチュケはお菓子詰めとかお菓子買うのがバンバン買っちゃうけど、うんうん、リュアはそういうコスメとか最近流行ってるものとかゲットしたいから、うんうんうん、そう考えるとまだお菓子大好きっていうのは年下みたいだなみたいな。え、逆にチケから見てりゅうやっぱお姉さんだなって思ってた。全部あ、全部すごいな。でも2人で一緒にいてもさ、りゅうの方が引っ張ってってるの。で、遊びたいとか言うのはりゅう、いいねとか言ってくれるのがチケ。へぇー、で、3億合わせてくれる系の彼氏。はい、全部合わせて。帽子をかぶっててぺっちゃんこなんですけど、すいません。チケからまたホワイトデー食べていきます。いざ実食。いただきます。え、待って、うまい。おいしい？チケが初めて作ってくれたのって。うん、ね、さっき言ってたんだけど、焼きすぎたり失敗して頑張ったのって。失敗じゃないよね。上手にできたよね。うん、これも、チュケの作った。かごみ。すごくない？これ全部チュケがやってるし。上手。写真も入って上手。お手紙もさっき入ってたね。そう。これは、出版ちゃんです。これは弟に取られるでしょう。はい。ごちそうさまでした。チュケありがとう。はい、ということでチュケ寮のホワイトデーデート企画終了しました。どうでした？楽しかったね。楽しかった。プレゼント喜んでくれて嬉しかったです。結構ずっとドキドキしたんだよね、チケね。私まで。アイディアはね、新しい韓国クッキーを一ケットしたし、プレゼントもすごい嬉しかったね。いいですね。じゃあ2人で今後行ってみたいデートがありますか？あとユニバーも行ってみたい。おー、いいね。遊園地に行きたい感じ？ディズニーが大好きなんで。遊園地に行けたらいいですね。はい。はい。はい。